海賊無双4。聞いてねえのかバカザル、カイドウを倒すのは俺だ。どこだよカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。やるじゃねえか。ロケット。
とはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。承知しねえぞ。できてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力思い知らせてやる。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんだね。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。受けてみろ。よし、スネークマン。
足でまといだ。引っ込んだ。ガキども、誰をぶっ飛ばすだ。ガルバリクエン、バリゾン、よっ、ハッ、ホッ、エイ、ホン、キノ、パッ、ディーゴ、ジェット、ガルバリ、よっ、まだ心は俺に、潰して俺の戦力に加えてやる。パッ、ディーゴ、ふざけんな。まだまだ、俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを、はまさに大海賊時代。